よろしくお願いします、えーと。ご紹介がありました通り、えー、株式会社インターリンクのウィリアムズと申します。でまあ、当社は IKEN、公、ま、認、あ、レジストでもあり、えーと、レジストリーオペレーターでもありますので、まあ、毎回 IKEN の方で、えーまあ、レジストリー、レジストラーの部会参加したり、まあ、それに関連する情報をピックアップしています。次のスライドお願いします。 で今回の i c a n ンミーティングでは、えーまあ、レジストリー関連の、えー、とミーティングが実施されませんでした。でまあ、普通、えー、i c a n ンミーティング B では、まあ、ポルシーフォルムなので、まあ、多くのレジストリーとレジストラーの関係者が、まあ、それぞれの p d p を参加していて、まあ、そちらの方に集中できるようにあの、正式な部会のミーティングは普段からはありません。で今回は、えーまあ、バーチャルミーティングということで、 件のスケジュールの関係もあって、あまあ、レジストラーの方で、えーまあ、エグゼクティブコミュニテの,の変化もありましたので、簡単な1時間ほどのミーティングが開催することになりました。でまあ、こちらのスケジュールにありますり、あのかなり省略したミーティングであって、たぶん、まあ、XCOM の新しいメンバーを紹介する場面でもあって、えー GNSO カウンターがちょっと苦労している、えー、と話題についての,あの簡単なやり取りと、えーまあ、注目されている DNS アビュースのディスカッションが行われました。次のスライドお願いします。でまあ、すごく簡単にあの説明しますが、えー、Contentious Issues という話題、まあ、焦点にある話題というふうに紹介されていて、あまあ、どっちかというと、まあ、GNSO 全体でちょっと苦労しているあの。 話題について、まあ、まず EPDP 関係の SICKWHOIS、あの Sick Who is まあ、こっちに RDDS って書かれてるんですけど、まあ、登録者データの、あのー、情報について、まあ、EPDP でずっと話になってるんですが、まあ、レジストラーの方は まあ、RDAP のシステムがあるから、まあ、スクイーズみたいな提供の必要性は本当にあるのかっていう疑問が、まあ、あちこちから出ているようで、I can と、まあ、レジスタ部会が I can といろいろやり取りしていって、えーまあ、I can.org の方では、まあ、今まで通り進めたいということで、まあ、レジスタでもやっぱり、フ h o i 情報あの、レジスタント情報を提供する義務が、まあ、そのままになってしまうと,ということです。 で、まあこちら、次のあのポイント、あの法人、まあリーガル、またはあのナチュラル、個人、法人と個人の定義について、まあ、Who is の、no? えっと、項目では、あのオーガナゼーションとああのまインディビジュアルというまあ区別が、今まであんまりまあフィールドはあるんだけど、区別は特にされてなくて、まあそこを区別しないとまあ GDPR、 に対処するか対処しないかというのが判断できないので、で、まあ、I a n の中では、まあ、法人であれば情報を載せてほしいというところがあの多いんですが、まあ、レジスターが、まあ、実際に情報を見て、えー、まあ、法人の方に情報を書かれても、工事の情報が載っている場合が結構あるので、まあ、判断ができませんというあのことなので、まあ、どっちも、あの、 後悔しない方が望ましいということで、まあ、妥協するあの法律は GDPR のこう法律では個人情報の,あの強化なしで載せることはできないので、まあ、それが現状、法律なので、もう妥協するポイントではありませんというスタンスをとっています。で、まあ、プライバシープロ xy は長年、あのまあ、数年前からずっと止まっていて、あの 導入する検討するあのインプリメンテーションレビューチームの方で、まあ、活動がストップされていてで、まあ、これは GDPR 関係で止まってるんですが、まあ、レジスタ部会の内では、まあ、次のステップを、まあ、それぞれあの検討した方がいいというあの話し合いがありましたで、えーまあ、よく問題になっていったのは、えーまあ、実際にフーエズ情報をもらってその情報が正確であるかどうかっていう あの点に関しては、えー、Who is Accuracy Program が開始され、まあ、I can register の2013年のアグリメントにも今いろんなあの義務があって、でそれでプラス、あの,その情報を検証するシステムを、まあ、各レジスタで構築してほしいという,かそういう話題も出ていて、まあ、そういうシステム。 まあ、前のあと報告会で説明したことあると思うんですが、まあ、実際にこの電話番号の、えー、としない局番が、えー、とこのポストコードに合ってるかどうかとか、そういう簡単な検証をしなきゃいけないっていう、あのーまあ、ポルセンが出てきて、まあ、レジスターは非常にコストがかかって、結局登録者にはコストもかかって、で別に、あのー、情報が本当にリアルな情報かどうかはもう検証あの確認はできないので。 無駄なコーストであって、まあ、これ以上あの、現在の義務以上にはあの、まあ、避けたいという話がありました。で次のスライドでは、まあ、レジスタの、あのまあ、レジスタ部会内でアビュースチームがあって、結構活動あのするようになって。 まあ、いい情報は出してくれてるんですが、以前の愛犬報告会で紹介した Guide、えっと、to Register Abuse Reporting Practices あの、まあ、ドメイン迷惑行為の,あの報告ガイドとあのフローチャートというのをあの公開していて、まあ、これはあくまでエンドユーザーに対してアビュース派遣したときにこういうふうに報告すればいいんですよっていうあの、まあ、教育のための資料だと思うんですが、で今回、えーし 新コロナウイルスに関係する風性量のドメインが多くなっているので、まあレ、レジスチャーがこういうようなドメインに対して、えー、とどう対応すべきなのかという資料を出しました。でちょっと簡単にあの次のスライドでどういう内容か説明します。この、まあ、ドキュメントは すごく薄い3ページのものなんですが、もう簡単に言うと、うコロナウイルスの関連の面を発見してモニタリングする。で、まあ、資料にはまあこういうキーワードを使った方がいいですよっていうあの提案があって、で、まあ、それをまあレビューして、えー、と危険性を測って、で、まあ、やっぱ危険だと判断した場合、まあ、適切なアクションを起こすというすごく簡単な内容なんですが。 多くのレジスチャーは、まあ、レジスチャー部下には参加しているわけではないので、まあ、実際に小さいレジスチャーで、まあ、コロナウイルスに関するあの詐欺のドメインとか、まあ、寄付の詐欺ドメインとかがあまりまあめでた、まあ、世の中では分からないレジスチャーもいたりしているので、まあ、レジスチャーに情報を発信するためのまあ目的かなと思うんですが。えー とでまあ、ビュースに関しては、レジスタ部会では、とにかく私たちはちゃんと対応してますよというアピールも含めてあの、このような資料を出していますで。次のスライドお願いします。I can バーチャル会議では、今回、えー、と5つほどの,あのビュース関連セッションが開催されて、合計6時間,6時間半ぐらいあの,の議論があったんですが、 まあ、ほとんど、まあ、この5つのセッションの中では内容がオーバーラップしているのが多かったんですけど、で、まだちょっと時間があるので、いくつかなあの、ちょっと自分にとってはちょっと興味深いなところをスライドいくつか抜いてあの、こちらのプレゼンに、プレゼンテーションにちょっと入れてみたんですが、次のスライドで、あ、ごめんなさい、こちら、ごめんなさい、<laughs> こちらで,いいですあの。こちらの方で、あのよくも問題と指摘されているのは、 コンテンツアビュースかドメイン、まあ、DNS アビュース。ドメインアビュースというと、いろいろ想像つくんですけど、レジスチャーが対応しなきゃいけないのは、そのドメインアビュース、<laughs> DNS アビュースの方ですね。で、あのアフィリアスのスライドでわかりやすく、あの緑の枠に DNS アクターズだったら、リセラー、レジスチャー、レジストリー、まあ、3つの R ですね、がドメインを止めることはできる。で、コンテンツに対しては、 もうオペレーターに報告して、で登録まあ、あのまた登録者に登録あの報告するか、ホスティングプロバイダーに報告するかっていう。で、結構こ,、まあ、こういうのが、まあ、オビュースが混雑していてあ、まあたた、例えば政府諮問委員会が、もう、レジトは何もやってないんですよって言って、いや、DNS オビュースならでも対応してます。<laughs> で、コンテンツだったら、 あのもう別なので,で、よく商標権者も調査、まあ、権だったり、もうドメイン止めろっていうのは来るんですけど、まあ、それはあくまでコンテンツなので、うちじゃないですっていうのをあの、まあ、フィリアスもしっかり、まあ、このスライドで見せてます。で、レジストリー、えーと、2番目のポイントで、レジストリーとレジストラーはもう1つのツールしかないです。それはテイクダウンというふうに書かれてるんですけど、まあ、テイクダウンあるいはあのドメインをあのホールドするという。 あのことで,すね、で、次のスライドでお願いします。で、こちらは、えー、FBIGAC、まあの DNS Abuse Mitigation Session で、えーっと、一番なんか2つほどあって、えーっと、最初のセッションに FBI の方がこの,あのプレゼンテーションを非常に分かりやすく、いろいろあのこのパンデミックに関するドメインを防いうについてあの話ししていただいて、すごく面白かったので、 あのまあ、これ2019年と2020年の、えー、LEA のーとコンプレイントの数なんですけど、えー、と4月見ると、まあ、オレンジの方が2020年で2.5倍のサイバークライムのコンプレイント、空条があったというので、まあ、新,新型コロナウイルス や、まあ、寄付のサイトだったり、政、え、府、っと、の延長の,の,あの,の、えっと、偽物のサイトだったりあのが多く作られた。で、こちらには載せてないんですけど、まあ、IKEA 内で,でもそういうドメインをモルテリングするようなシステムを結構早い段階で構築して、えっと、ピークが確か3月,3月25日ぐらいにそのドメインを コロナウイルスが含まれている、あるいは似,た似ているキーワードが含まれているピークが、えー、と3月25日にあって、えーと、登録者の話ですね、登録の話ですが、えー、FBI の、えー、と別のやり方をして、まあ、実際に報告を受けて、そのサイトが風船に利用されているかを確認して、えー、そちらの、まあ、実際の 不利量のピークが4月、頭20 12日だったのかな、なんか3週間ぐらいの違いがあって、まあ、4月の方が、まあ、後的にあと問題のサイトが多かったという報告がありました。で次のスライドで、ハ、え、タ、ーえー、様のプレゼンテーションに報告があった通り、登録者,登録者のデータを、まあ、レジスターにお願いして、えー、と受理するまで 3週間ほどぐらいあの時間がかかりましたっていう事実が報告されたんですが実際あの FBI の方が報告したのは、えー、新型コロナウイルスに関するあの詐欺のドメイン、アビウスのドメインを、えー、確認して、まあ、65%ぐらいはプライバシープロックシーサービスを利用していたという。 ことだったので、すぐ、あのやっぱ裏の情報が分からないので、それを依頼して3週間ぐらいかかるっていう話だったんですが、でなので対策としては FBI がまあ、レジスタにこの情報を保存してくださいねっていう手紙を送って、とか容器を送って、で、あのまあ、手がつ、あの、まあ、情報をもらって手が。 つけられるタイミングでは操作できるようにしていたという。なので、まあ、GDPR のリダクテル情報もまだ全然あの、まあ、これから多分普及すると思うんですけど、プライバシープロックシーの情報と、あのまあ、プライバシープロックシー情報と GDPR のリダクテル情報以外、多分ね、13、こっに書かれてると13%ぐらいしか。 アクセスができなかったという操作する側には非常にやりにくい環境なので、まあ、レジスタにはもうあのアビウス対策しっかりやってっていうの,をあの気持ちがよくこの事実でわかります。次のスライドで、まあ、こちらは、まあ、似たようなあの情報なんですけど、まあ、連邦取引委員会が、えー、と報告していた、えー、とアビウス関係のこの一番上右側の、えー、とグラフ あの心拍数に見えるやつ、まあ、一気に3月頭から、えー、アビウス関,関連する報告がどん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 上がっていってあ、まあ、というちょっといえばこの今回の、えー、と世界のパンデミックをチャンスを利用して、えー、と詐欺者が多く出てきているという、まあ、ことが、まあ、示されています。 で次のスライドでお願いしますでこちらあの前に載せていたスライドで、まあ、簡単に赤,赤いの文字で、えーまあ、進捗を <laughs> 書いてみたんですが、まあ、進捗はなかったということで i c a n がレジストラーに対してドメインアビュースはどういうふうに対応しているのかを明確するために、えー、監査をやるあの方向に進んでいるんですけど、まあ、1月 今年の1月から実施する話だったんですけど、ずっと延期されていて、で今回の i c a n ンミーティングでは特にあのアップデートはなかったんですが、えーまあ、レジシャー部会のメーリングリストだったり、あのまあ、情報をフォローして、あまあ、まだ i c a n ンとやり取りしている段階みたいですね。RFI に関しては結構疑問を持っているので、まあ、次の i c a n ンミーティングぐらいには RFI が決まるのかなという感じですかね。 次のスライドお願いします。今回、あの結構久しぶりの,あの x c o m Executive c ィ m m ミ t t e e の変化があったのであの、スライドをちょっと載せてみました。で新しいチェアがア y シュリー・ハインメンという方ですで。この方はすごく頼りになりそうな方で、15年間米国の総務省でポルシー・スペシャリストを勤めていたので、 まあ、しっかりあのリードでできる方かなと思います。で、あとセクュルティリーのエレック・ロックバワーという方が、えっとイン a n ン e イン t e ナ n a t という、まあ、ホスティング会社だったり、リセラーをたくさん持っているあの会社がセクュルティリーと任命されました。で、次のスライドで、まあ、レジストリー部会のミーティーングはなかったので、えーまあ、こちらでちょっと簡単に GNS のプロジェクト、どういうものが進行しているのかなっていうのをちょっと載せてみただけなので、あのまあ、興味ある方は後で見ていただければかなと思うんですが、注目レジスターが注目しているのは、トランスフォルシーに関する、えっと、イシュー e p ポート、上から3番目のものですね。で、まあ、次のスライドで、あ、まあ、一番下のニュー GTLD サブプロの報告は今後。 えっと、テラシーさん、っと、バイツ GMO コンサルティングのテラシーさんからのえ報告もありますが、あと、えー、っとね、アクションプロシーズに関して一番ノリの, <laughs> あのものですが、こちら結構、あの、進行があって、多分えっと、なんか報告がこの間出てきたようで、もしかして次のアイケンミーティングではもう確定される。 本当に近いのかなと思います。で、あとはもうちょっと、えっと、E. P. D. P. で止まっている。プライバシーフォクシーサービスと、えっと、トランスレーションとトランスレーションの G. T. l D. であるというと。プロジェクトが放流、放流中です。まあ、私の方。 すすぐにスライドでごめんなさいお願いしますでこ,こちらはあ、まあ、いつも入れてる GDD、インディレクシーサミットに関する情報なんですが、まあ、5月は当然、なんと前村様が言った通おり、カンセルとなったので、まあ、次、もしかして来年の、えー、と5月の、まあ、同じ時期にロサンゼルスで開催する方向かというのを計画している噂を聞いています。<laughs> で特にこの話は、i c a n ンでは出てなかったので、まあ待つまあ、このパンデミックが落ち着くのを、まあ、待つしかないですね。で私のほうからは以上です。ご清聴いただきありがとうございました。